はい、皆さんこんにちは。ラッピー石橋のテストビデオブログ映像、お付き合いください。これから約5分くらいですね、ビデオ映像を撮っていきたいと思います。ここは富里市の中央公園です。もうすっかりですね、桜の木の葉っぱは落ちまして枝だけになりました。それでは、冬の花に植え替えられたところまでお付き合いください。はい、ここはですね、4月になりますと桜の花が満開で、すごい綺麗になって、下で花見をする人も結構いるんですよね。で、私今日ここちょうどウォーキングをしてましたので、このテスト用のビデオブログをですね、早速やってみようと、思いついたのですぐに、撮ってみました。はい、こちらがですね、約2週間ぐらい前に植え替えられました、パンジー。まあよくね、あの咲いてると思います。もうだいぶ、根付きましたね。はい、こんな感じで、根付いております。はい、こちらの方はですね、カンツバキですかね、サザンカですかね、ちょうど今ですね、赤い花が咲いております。はい、こんな風に周りはですね、サザンカが咲いております。はい、でもう一度、今ちょっとですね、あの犬の散歩の方が通ったんで、映像の方を遠慮いたしました。はい、ということで、以上で、花の様子をですね終わりにしたいと思います。これからですね、1ヶ月に何回かこのビデオブログをですね、撮っていきたいなと思ってます。もうちょっと映像をきれいに撮れるように、あるいはもう構成が良くなるように、工夫してみます。はい、ありがとうございました。